皆さんこんにちは。守られなかった者たちへで大ヒットした俳優の佐藤健さん、映画4月になれば彼女が森七菜の NG 行動で大爆死や苦しむ原因不明の病気の現在について紹介します。まずは佐藤健さんの経歴とプロフィールから紹介します。佐藤健、1989年、平成元年3月21日は日本の俳優、 YouTuber、 CO ラボ所属、埼玉県岩槻市、現在の埼玉市岩槻区出身、埼玉県立越谷北高等学校卒業。2005年に高校2年時に初めて訪れた原宿でスカウトされアミューズに所属。2006年、テレビドラマプリンセス、プリンセス D の順守役、河野徹役で俳優デビュー。2007年1月、平成仮面ライダーシリーズ仮面ライダー伝王の野上良太郎役で連続テレビドラマ初主演。また同年8月公開の劇場版仮面ライダー伝王俺誕生で映画初出演にして初主演を果たした。2008年4月土曜ドラマルキーズでは問題児だらけの高校野球部にあってナンパだが冷静沈着なレフト岡田優成役を演じ、同年10月に同ドラマブラッディマンデーで同じアミューズに所属する三浦春馬演じる天才ハッカー藤丸と共にテロリスト集団に立ち向かう高校生球場音谷役を演じた。2010年1月、 NHK 大河ドラマ龍馬伝の岡大蔵役で時代劇初挑戦。同年2月三浦春馬との共同企画作品である DVDHTNY の中心で鍋をつつくを発売。本作品は初週売上が1万2000枚となり、同年3月1日付のオリコン DVD ランキングで総合5位を獲得。日本人男性俳優のアイドルイメージ作品部門での歴代最高を記録した。これにより2008年2月25日付の同部門で単独作マイカラー初週売上4000枚により獲得していた当時の最高記録13位を更新した。10月土曜ドラマ 9.9 との深井平太役でゴールデンタイムドラマ初主演。2012年4月初舞台ロミオ・ジュリエットにロミオ役で主演。同年8月主演映画ルローニ剣心が公開。2014年に続編であるルローニ剣心京都大火、あるローニ剣心伝説の最後編が2部作連続公開された。2015年4月日曜劇場天皇の料理番に秋山篤蔵役で主演し、全ての調理シーンを代役なしで演じた。2017年12月、8年越しの花嫁奇跡の実話で主演し、同作品で第41回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。2018年4月連続テレビ小説半分青いにて朝ドラ初出演。同年12月平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーで10年ぶりに野上良太郎を演じた。2020年3月18日 YouTube 公式チャンネルを開設。3日後の3月21日に登録者数が100万人を突破した。2021年3月末でアミューズから独立し、4月1日からアミューズが出資する新会社 CO ラボコラボに移籍した。同年4月6月にルローニ剣心最終章ザファイナル、ルローニ剣心最終章ザビギニングが2作連続公開され、2011年のクランクインから約10年にわたって主演を務めた実写版ルローニ剣心シリーズが完結した。2022年1月、2021年10月に公開された主演映画守られなかった者たちへで第45回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、第76回毎日映画コンクール男優主演賞を受賞した。佐藤健、長澤まさみ、森七菜が初共演し、河村元気氏のベストセラー恋愛小説を映画化する4月になれば彼女はのインタビューとメイキング映像が披露された。メガホンを取ったのは米津玄師の楽曲レモンなどの MV を手掛けた山田智和、本作で長編映画初監督を務め、日本のほかチェコのプラハ、アイスランドのレイキャビク、ボリビアのウユニで撮影を行った。撮影監督は新聞記者余命10年の今村圭介、音楽は小林武史が担当、主題歌は藤井風の新曲満ちてゆく。4月のある日、精神科医の藤代俊のもとに
かつての恋人伊予田春から手紙が届く天空の鏡と呼ばれるウユニ塩湖からの手紙には10年前の初恋の記憶が書かれていた。ウユニ、プラハ、アイスランド、その後も世界各地から春の手紙が届く。時を同じくして藤代は婚約者の坂本弥生と結婚の準備を進めていた。けれど弥生は愛を終わらせない方法、それは何でしょうという謎かけだけを残して突然姿を消す。春はなぜ手紙を書いてきたのか、弥生はどこへ消えたのか、2つの謎はやがてつながっていく。橋本潤、水沢慎吾、瀬名潤、島香織、高田翔子が共演する。このほど公開された約4分間の映像はキャストが自身の演じたキャラクター像や注目ポイントについて語ったインタビューに加え、初公開となる現場でのメイキング映像が一つなぎになったもの。インタビューで佐藤はドキュメンタリー性みたいなものを大切にしたいと思っていました。今回はできるだけ恋愛というものの真実を追求するような作品だなと思いましたと、より自然体な藤代という人物を作り上げ、誰もが共感できるようなむき出しの恋愛観に迫る作品であることを熱弁。結婚を目前に突如失踪してしまう、どこか複雑で繊細な内面を持つ弥生を体当たりで演じた長澤は、恋愛で悩んでいる人に見てもらいたい作品になっているのかなと、と全ての恋愛経験者に向けメッセージを送る。森は人生の全部が詰まったような、また新しいラブストーリーになっているのかなと思いました。この映画の最後、これを望んで私も生きていこうって思うと作品への深い思い入れを語っている。その他、新たな本編映像に加え、佐藤と山田監督が語り合うシーンや屋外ロケなどのメイキングも収録されており、キャストスタッフが一丸となった熱意を感じられる。4月になれば彼女は、は3月22日公開、2021年4月20日放送の日本テレビ系バラエティ番組ザ・世界仰天ニュース2時間スペシャル夜7時からに俳優の佐藤健が出演。番組内で紹介された、鋭い痛みに苦しむ通称イケメン病に2度も苦しめられたことを告白した。番組で紹介されたイケメン病とは特発性自然気胸のこと。肺の表面にブラと呼ばれる気泡ができ、これが破裂した際、肺に穴が開いて空気が漏れてしまうという病気で、そうすると肺の外の胸腔に空気が溜まってしまい、結果肺が押しつぶされて息ができなくなってしまうのだという。痩せ型長身の若い男性に多いことが分かっているものの、はっきりした原因は不明。激しい運動などができなくなってしまうのだそう。番組では VTR でその痛みを紹介されたが、イケメン病の通称の通り、佐藤もこの自然気胸に苦しめられたことを告白。僕は手術はしてないんですけど、というものの、原因となるブラもまだ多分あって、と口を開いた佐藤。18歳で1回目をやって、1年後か2年後にブラが割れて肺がしぼんで肺が半分くらいになってるって医者に言われたと、2回も繰り返したのだという。 90% くらい肺がしぼんだ感じだとは、今肺に穴が開いてるかなみたいなのがちょっと分かって、というリアルな体験談に、スタジオは驚きの声を上げることに、安静にすると自然と治るというものの、2度目の再発は高校生の時にブレイクダンスのスクールにも行っていたという佐藤が激しいダンスの練習をしていた時だったそう。次やったら手術かなと覚悟はしていたものの、その後は再発していないという佐藤、多分もう大丈夫かなと笑顔で締めくくったが、スタジオ共演者はリアルな告白に青ざめながら聞き入ることとなった。佐藤健が2023年10月12日公式 LINE で副鼻腔炎の手術を受けていたことを明らかにした。10月初旬、佐藤はある決意を持って都内の病院を訪れていた。彼を知る芸能関係者が打ち明ける。佐藤さんは長いこと体調不良に悩まされていて、辛そうな時期がありました。しばらく休養を取ることができたこのタイミングでようやく手術を決断したのです。以前から頭痛の症状が頻繁にあったようなのですが、ある時から途端に撮影中に目しゃみが止まらなくなったり、鼻を噛んだりすることが増えたのです。最初は風邪でもひいたのかなと思っていたのですが、長いことその症状が続いていて、佐藤さん自身もとても辛そうだったので、周囲では心配の声が上がっていたのです。
ドラマ関係者、家族や周囲の心配の声もあり、仕事の落ち着いたタイミングで手術を決意。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。